経緯。まずは、本田永年私財法について、当時の法律公地公民制は、税の取り立てが厳しく、田畑を放棄して逃げる農民が多発。困った聖武天皇は、743年、本田永年私財法を発令。内容、一度開墾した者は、永遠に自分の土地と認め、認める代わりに、国に税を払ってね、という法律。今の固定資産税に似てますね。荘園について、権力のある貴族たちが、開墾した農民から買い取り、その土地を荘園と言います。平安末期まで続きました。源氏の登場。1185年、鎌倉幕府が始まります。頼朝は、荘園に地頭という役職をつけます。従って地頭は、鎌倉幕府の管理下になる。そうなると、荘園で収入を得ていた貴族たちは、収入が激減。当然朝廷や貴族たちは焦ります。承久の乱。後鳥羽上皇は、当時の鎌倉幕府の軍事リーダー、北条義時の追討院宣を出す。御家人たちを味方にして、朝敵になりながらも、1221年、6月10日鎌倉軍勝利する。後鳥羽上皇は、沖ノ島へ入る。京都に六波羅探題を設置。京都の監視。こうして乱は静まり、幕府は、朝廷より力を持つようになりました。